で、病院では狭窄症、ヘルニアと言われたんですよ。ヘルニアって言われて、ネットでも見て、はい、ヘルニアあるんです。で、病院によってはその、なんですか、死んでる、大きくした方がいいと考えて、すごい拒否するんですけども、神経ブロックしてもう良くならない人も多いですからね。はい、それ聞いてたんで、でも全然してないです。ブロックしても良くならないし、手術しても良くならないし、はい、っていうことですよね、はい、だから整形で判断しているような、その狭窄症あるいはヘルニアということで手術しても良くならないということっていうのは、ヘルニアは手術した方が良くなるという、そういう意味ではないんだなということですよ。狭窄症も同じですよ。だからそういう発想、結果的に医学的にはいや正常になりましたと言ってもちっとも本人は変わらないとって言うんですよ。でもレントゲン取っても手術した後は良くなってますって言うんですよ。それでいて症状が変わらないっていうことを言うことを考えると、腰にあるじゃないなと、腰にいいって言ってるわけですか。それでいて腰が痛いって言うわけですよ。はい、だっておかしいでしょ。第五指中鎖骨、さっきやりましたね。ここからこれがずらすことで胸骨がおかしくなって、頸骨がおかしくなって、これが腎臓を悪くして、その影響で大腰筋が影響を受けて、大腰筋についている腰椎の 1,2,3,4,5 番が全部ずれちゃったということですよ。それを脳がキャッチしているということです。それでそれ以上悪くならないようにということでカバーした。だからカバーしてるんですよ。これがきっかけだけども、腰椎はその痛みがあることで、だからこれ修復しようとしてるんですよね。だからこのままほっとけばあと 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,2,3,4,5 多分あと2週間15日間ほっとくと、これは自然に修復されます。で、今この15日間、だから先週から言うと25日ぐらいはこれはそういう状態にありますよ。で、それはそういう状態にあることが必要なのかと、私もう一歩聞くわけですよ。聞くと必要なんだって。で、なんでかというと、なんでこれがずれたのか、で、ずれる必要があるからですよ。それはなぜかというと、支持骨はその人の存在する意味、理由、必要が入っていく、揺らぎが入っていくところですよ。で、それが入っていかないということのサインなんですよ。入ってないというサイン。で、それは他に理由があって、ここから入ってくる揺らぎが一体何なのかと、でそれが入っていかないことで、今入っていかないことで起こってるんですよ。で、それは必要だからですよ。自分にとって入っていかないことが必要なんです。だからその必要がなくなれば、また入ってくることができるんですよ。だから今は今度はそうなってくると、今度は人間関係なのか、仕事の問題なのか、別の何なのかということの中で、この状態にあることが必要なんだということの上で、人間って全部そうなんです。全部バランスを取る、だから病気症状もそれも全部バランスを取ることの結果そうなってるんです。だから長いサイクル、1年とか5年とか10年とかという形で見ると、ああいう時にはああいう形で自分は調子悪くなることで自分を休めると、あるいは少し寝るということが必要だったんだなということが長いサイクルで見ると分かるんですよ。だからそういう病気症状っていうのは必要なんですよ。それを取ることで、本当はその理由があってそうなってるのに、その理由もしっちゃかめちゃかになっちゃうわけですよ。本当はそのために体はあるいは脳はこういう状態を にしたんだから、だから体のやることは間違いはないです。だから人の役に立つことをしたい、求めることを